黒岩の方が先に着いたかな。今どういう状況だ黒岩は。止まってください。弁護士の八神だ。翔野はもう安全なところへ。いや、我々も状況がよく分かってなくて。ちゃんと情報が伝わってないのか。急にいろんなとこから命令が来て、指示が錯綜しているんです。黒岩、八神だな、お前。どけ。馬鹿言え。全員所持品を改める。両手を広げてみせろ。なんだと？なんでだ。お前らから小野博士を守るためだ。早くしろ。小野を狙ってんのは黒岩だよ。あんたら騙されてんだって。あいつを止めろ。あいつが小野、銃を持ってんだ。ワッパかけろ。海藤さん、黒岩は研究棟へ向かってる。目的地は翔野の研究室だ。止めないと。いいけどよ、後のことは知らねえぞ。お前ら絶対捕まるじゃないか。これ、八神さん、弁護よろしく。黒岩、ダボ、そっちは後だ。これ、もうとことんやりきるしかねえな。行くぞ！Yeah!
先行けや、タボ。ここは任せろ。杉浦も行け。行け。お前が黒岩を止めろ。じゃあ急いでんな。かかってくんならさっさと来い。しばらく寝とけっての。黒岩のやつ、ここまでやるのか。ダメだ、この扉開かないよ。ロックされてる。ロック？そういえば前来た時にエミちゃんが。そっちの奥は開発研究棟です。ゴールドのカードキーがないと入れません。ゴールドのカードキー、どこかにないか。非常事態が発生しました。セキュリティシステムを起動します。システムの起動に伴い3分後にゲートを完全ロックいたします。ゴールドってことは色でわかるんだ。これはなんだ。借りるよ。あったぞ。これで開けられる。外の渡りようか。クロエは人を撃ってる。くそ、早く止めねえと。クロエは待て。
車場の入り口、こないだ侵入した。そうだよ八神さん、あそこから病棟まで入れたよね。そしたら研究棟にも行けない。カードキーもさっき手に入ったし。行けるかもな。じゃあ行くしかないって。クライワを止めなきゃ。だな。またあったな、探偵さん。マシコさんだったっけ。てめえこの野郎。見送ったり出迎えたり、あんたも大変だね。今回はお遊びはなしだ。覚悟しろ。